はい、というわけで卒シリーズ PC エンジンに続いてメガドラバーン、イエーイ。ちょっとカプコンのロゴの色もちょっとなんかぬめってしてんな、メガドラバーン。しかしオープニングがあるのです。普通やよう見たなこの絵でしかしダッシュです。ほんまや、ダッシュプラス、それダッシュプラス、不安でしかないな、ダストみたいな感じダストみたいに言うんだ。グループバトルがある。ちょっと面白そうだね。お、KOF に対抗したのかな。まだ違いが分かるように同じ流でいくかよいしょよいしょに、あの違う前回のやつを入れないと分からないと違いなんだ流の肌には濃くない。なんか画面遅くない。じゃあボタン配置がすげえきついなこれ。まずお約束の波動拳が出せるかどうかを。ボタン配置がおかしい、ね、ゲーム内の方の設定で、うんうん、そっちを信じるしか。あ、かっこいい、ターボカラーになってる。ほんとすっげえ、無駄にすっげえ。こらバレた、こらバレた、こらバレた。もう限界だ。こうやって設定すればいいのか。ロゴボタンパッド欲しいなそうね、あーそっか、メガドラといえばね。そうね、メガドラでよかったなって思う瞬間だったもんね。ターボモードはターボやってみるか。ターボできたんだね、メガドラ版。あ、ターボからだ。あ、ターボだ。すげえ。ちょっと空中立つのきゃあんのかな。おお。あれ、ダッシュからあったろ。ダッシュない。なかったっけ。竜巻の性能が良かっただけやったっけ。あ、ある。ターボあんじゃん、すごいね。ダッシュ、ターボで出しよう。おお。ターボプラスで出す。ダッシュプラスターボって意味だったのかな。声がしゃがれすぎだよあっさり勝っちゃって。もう飛び切りキャンセル空中だ。あ、できたできるんだ、難しい。お、できた、やるー。あう、LR、 あの L だからちょっと大昇竜出せない。あ、ふっ、空中たぞき、無駄かっこいい。ドット荒いな。でもなんか絵ははっきりしてんだよな。お褒め、お褒め。ターボダルシム、ゾウがパオンって言ってるよ。ファイヤー波動拳だ。はっ、なんだこれ。おお、はっ、めくりすら。竜巻の削りすごいな。そんなもんだ。まあもう覚えてないけど。こんな減ったっけ。減ってないか。うわー、ピュアラサイダー。ターボ基本的に攻撃力ないんだよね。うん、なかったんだよね、確か。スピードオブ R 分。敵はなんかそのままだったんだけど、こっちがすげえ損なあれだったの。そんなんだったっけ。久しぶりにターボやると早く感じるな。
昔は本当連続アート見えたからな、トビゲイとか。はっはっは。的確。的確。USA 並みのスライディングだった。おー、危ない。時間がない。本当だ。手堅いな。ち KO だけが勝ちではない。遅延、遅延とかね、なんか LR がうまく当てれんな。あー、人間の押す遅延の方がね。あんなヨガファイヤー見てから飛び切りで3段で終わるのに。うお、あ、竜巻を。うお、やばいやばい、負けるんじゃねえのかこれ。時間が。よし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 。あ、逃げた。危ないとこだったぜ。うん。手足よりも飛び道具の方が長い。ターボのスピード差さ、このボタンの微妙ななんか遅延的ななんかあれで、うん、飛び切りが当てれない。まずい。ああ、飛び当ててなんぼだしな。ギリ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 。えい、あいた。上流器の着地に、いやだな、これ連続だ。おお、よいしょ、波動を投げた。出てきた手を掴んで投げるかのように、波動投げ。波動器を打った側が投げてた気がするけどな、それ強いな。飛び蹴り最強タイプのイメージだろう、ロケッティアが。危ねえな。よし、あ、ほんとだ、動いてんの。あーだ、フック昇竜。あっ、あっ、昇竜、昇竜打って、うまい。おい、昇竜打って、昇竜打って。あー、びっくり。危ない。ヒヤヒヤもんでしたね。ヒヤヒヤもんだよ。ちゅうかターボスピードが剣にやられそうだよな。昇竜拳食らいまくって、竜巻からの昇竜拳がめくりだったりしたら、ファイヤーをね。ニリチャギ、ニリチャギからジャックキック。ジャックキックいらないや。ベスト5のまね。ああ、嫌味、俺的な、うん、今を生きる人たちに見せていいですよ。昇竜拳、昇竜拳パッとだときつい。よいしょ、せめて崇拝のパッドだったらね。ああ、ジャンプ大ピンチ。あ、ピンチも終わっちゃいましたけどね。スーパー100回あるからな、この時に。ほんと危ないよ。あれ、ダッシュからじゃなかったっけ。いや、だから基本シーンダッシュはまま普通だよ、2のままで。で、ターボで技が浮かぶ。そう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 。あの、隠し技扱いで探してみようみたいな説明書にはなかったですよ。ターボで、うん。お、超質扱いの、要するにガローみたいな。はいはいはい、ガローのね。そう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 。でレバーガチャしてて初めて気づくみたいな。そうそうそう。チュンリーの空中スピニングバードか気功拳が隠し技、どっち。スピニングバードやったっけ。空中スピニングバードじゃないか。ああ、あー、早い、見えなかった。唖然として見送り。お見送り。でも、あれ、メガドラ版出るのちょっと遅かったんだよね、なんか。いつ出るってのは大事だよね。はっ、よし、波動は足払い。ホンダキラー。安定、安定です。しかし、昇竜拳を破らぬ限り、うん、波動足払いを破らぬ限りなのに。
本当破るの限りブランカがね、あのターボきついんだよ。あのバーチカルローリング下りも当たり半であるからさ、要超事故るときあるんだよ。ピオラ上り下りでしピオラされてとかさ、変な当たりがあるもんね。そう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 、ほら早速である、早速である。空中叩く音さえる。もう波動拳を一発一発大事に。危ねえ、命大事に。よしよしよし、危ねえ、ジャンプパンチが使ってる。出ない。6番弾パッドだったらな、買わなきゃダメか。あるんでもそれ用の。ん、ここは大丈夫。おわあ、めくり。ああああああ、来た。ああ、危ねえ、バーチから怖え。下り判定怖えな。混んでない、いやらしい当たり方するね。そう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 、ガイルだけならね、まだ一切追加されてない。X まで。ダブルサマー、ダブルサマーが追加されて。一応レバー技は入ったよな。あ、そう、ニーバズーカとかはあるけど、ひさたざはね、スーパーコンまで。そしてぶっちゃけ未だに入ってないからね。なんだかんだで。やべやべやべ、はあ、飛び入りつつ完成されたキャラって言われてしまったっていうね。はあ、ほんと分かんない、一方的だな。完成しておりますね。竜巻投げが、竜巻服、うべえ、あ、人がやってるかのような。やった、はい、パターン来た。あ、うお、パダイパン中パンって、お前はスファイブか、お前ペルペルペル、お、スファイブ恨みでもあるかね。はい、はい、あ、お、お、ジャンプのような感じしたな。あのジャンプ低かったっけ、ガイル。はい、よいしょ、おう、おう、おう、ちゅうかさ、波動足払いが飛び蹴りに負けよった。うん、そんな強かったっけ。そんなね、そのメ竜の目も光る、ピカーン、ピカーン、コンテニューっても光れてない。水色竜好きなんだよな。 X 竜の次に好きだ。クリューが好きなの。黒と黄色だから。ああ、そうね、永遠の兄ちゃん大好きカラーです。 WAR カラー。サンダーカラーって言わない。で、ターボはね、水色だからね。そうだよね、アシュラハラカラー。嘘だよ、あれ青だよ。え、そうなの。はい、あ、で、ハチマキが青なだけだ。ティン、キャラが水色の時は文字赤なのに、白道着だと文字が青と不思議だね。まあ、なんででしょうね。はい、あ、とか文字が青とかあったっけ。そう、あるよ、一応同キャラ対戦の時、あの色違いがワンコンツーコンで、あの選んだ時。あ、知らんかった。つえーつえー、あのケリつえー、垂直ジャンプするのやめてほしいな、怖い。ああ、ま、マジやもんな。しかもさ、波動拳前に勝利間に合わないんだけど、俺波動拳入れる前に飛んでるの、こいつエスパー、エスパー飛びしてるよ。
エスパーガイル。そんな、おっていうこと言ったよな。裏落ちしてんのにラッパーとされるのおかしいな。いった、まあ、人間ならおー、ソニック投げた。なんて危ない。わお、冷静。飛ばせて落とせないもんね。マジか。絶対先に飛んでるな、それ。あれで負けたらどうしよう。もう操作不能になってる、ね、うん、操作不能なのに扉出てきて。強えな。お、何このボ、こんなスムージーあったっけ。いや、ないやろ。オリジナル。だってなんか背景が人ワンのあれだもんな。火災。うん、まあ、サムネここでいいんだ。でも意外とラッキー。なんか、ね、ドラム缶がなんか問題があったのかな。やばいやばいやばい。シュルケが出ないんだよ。ショック。寝れちゃいしとけよかった。まあまあまあいいんじゃない。最後決めようとして失敗しただけの話。あ、問題の件ですよ。昇竜拳がね、ちょっとレバーがね、ネトつくんだよね。あの入力がグニグニしてるから、ね、あー、なんとなくわかる。危なっ。あ、北昇竜が、えい、投げ最強奥義。まあ、終盤は投げしか減らないもん。終わった終わった。マジか、分からんぞ。2回投げなきゃいけないもんね。おお、危なっ。あ、これ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 、ターボターボ。クソ、ジョイスティックだったら全部落としたのに。ジョイスティックだったらガイル取ってんだ。おお、なんかジャンプいい気がするけど気のせいだよな。おお、ちょっと待って、これ入力厳しい。ターボだから余計追いつかんし、どうやばいな、失敗したか。意外と弱勝利が出ないからギョッとすんだよね。あー、タブロケマジも安定してるよね。当たるか避けられるかの二択になってる。あぶね、事故るこれ。すげえな、上りだろ。あ、8台か。あぶねえ、あぶねえ。中盤フック勝利やろうとしたら事故る。よし、よしよし。あ、ギリギリだよ、ほんとギリギリだよ。うん、はーい。おいおいおい。おお、はい。アッパーが出ないんだよ。アッパー普通出る、あ、当たるだろ、詰めてどうしよう。アッパーが出ないんですけど。うん。向こうだけ先に動いてるぐらいのレベルだもんな。おお。思い投げをやってみる。くそー。何見てんならまだわかるけど。
マジでこんな強かったっけ。コンピューターの運用は変わらんだろ。変わってないと思う、ダッシュと。うん、強かったイメージ云々とかないけどね。自分遅延のせいにしていいですか。まあ最悪いいけど、な、何遅延のせいで何が問題。うわー、これが分からない。ん、押しては間に合わないんだから気持ち早めに入れないと、ね、遅れるのを予測して。で、必殺技が出ない、昇竜拳が出ないっていう。見て、ジャンプしたも間に合わないんで昇竜拳。あ、普通余裕あるじゃん、飛んだ後ぐらい、うん、ギリギリだからね。うおー、今めくりガードしたって俺マジで。マジで後ろだって分かってたもん。あ、しゃがんじゃったっけ本能的に。そんな癖あんまないでしょ、俺じゃあるまいし。おお、うわー、なんかね、気持ちピオリゲージ溜まってんじゃねえかなと思ったら、うん、全然そんなことなかったね。やばい。でも当てても普通に動きやがったからね。やばいやばい、ヒラさん、これ。うん、やばゲー、まさか。やばゲーだよ、やばゲー。単に剣がやばいだけなんかな。いや、でも、はえやっぱ。エキサイトモードだからね。エキサイトエキサイト、まあ、ターボですけどね。あの限界。おお。あぶねえ、もうひよって俺さ、飛び切り足払いやったんだよ。うん。間に合わなかった。やっぱ遅延の率は高いね。アファーモード。お、急に。アファーモード。アファーモード。おお。温情。温情。四クレイ使ったからな、ありがとうなみたいな。200円もありがとうね。そしてチュンリー。気候圏、無理くり気候圏使ってきた。あっ俺このモーションの気候圏が一番好きなんだけどな。使い回しとはいえ、気候圏弱え。そうね、このゲームじゃ気候圏だけスピードがターボじゃないぐらいの。歩きスピードとか超速いんやけど。うわっ、わっ、うわー、手裏剣間に合う。見てから手裏剣間に合う。もう食らってくるのに、今斜め下まで入れてパンチをしてない、押せてない。やっぱ無理なんやろな。お、入んねんだもんな。おっと、今ね、気持ちいい、もうエスパー入れてる、飛ぶ前に。いや、もう入れてた。今のはどっちにしろ入れ込むやろうなと思ってたけど、それで、ダスト。ギリギリな感じが。出ました、ダストプラス。あれ、水着の姉ちゃんが青だね、赤と青じゃねえな。ああ、細かい。
はい。やばいやつや。当たったらやばいやつ。大事故になるやつ。うん。バスンバスン。急に死んじゃうみたいな。3秒しか油断してないのに死んじゃいましたパターン。ハドワシ笑いが効いてる効いてる。動け。やばいやばいやばい。一瞬、本当一瞬だったね。ある意味ボクサーらしくてね。なんかバイソン猫が変。メガドラは変な顔。よし。よし。よし。パーフェクトペース。はあ。本来の。本来のハメ。本来のハメ。いい試合、リモ満足。ここは変わらない。あ、ドラム缶がないのか。ドラム缶のせいじゃないの、逆に。ドラム缶の代わりにレンガだったね。なんかあったのかな、同時期ぐらいでレンガを使ったゲームが。ファイナルファイト？レンガあったっけ。いやー、ネリチャギ、3000点ぐらいある金塊じゃないの。バロゴ早いから辛いな。超早いんだろうな。しかし俺には空中竜巻あるのさ。お。お、滑らかにハメとは限らない。うっ。お。いや、本当は飛ぶ、バク転させて投げようと思ったらさ、何もバク転しなくて投げちゃったんで、びっくりしたよ。嘘って思ったもん。もう一回投げれればね。暗い投げ。あら、なんか変な変な。やばい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 、起きたよ。ああ強い、このターボの動きに慣れてない感じ。いやらしいロジックを。宇宙竜巻に関するロジックがないかなって取り出すだけでっていう悪読みをした戦い方。この技は返せまい。非新人版はサガットに負けたんだよな。無能ミスクリア見ました。気をつけよう。もうケンに負けとるけど、いっつぁ、ガイデンに負けてなかった。ライデン、ライデンちゃうわ。あ、痛い。すぐアッパー打ってくるな。ハイパーイ、ハイパーイ、えい、ナメプクシンクシン、シュ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 。ばあちゃん。今となってはね、死体蹴りとかもね、なんかこう、わびさびがあるような気がしてきてる、ね。あ、そうそう、見た。若い脳主みたいに。ほっほっほって。うん、おーい決まった。読んだ。はっきり。ディジューねえ、あれか。目指さってくれ。スーファミの仇をメガドラで撃つみたいな。今度実際スーファミのターボやってみる？どう違うか。一緒だったわね。遅延があってまた言う可能性あるな。しかしこっちは空中竜巻がある。ベガにも、まあまあ視点の差いじってないやろうけど。あ、あいた。やばいやばい、ワンちゃん、ワンちゃん、やばいやばい。ハッ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 、これぞ空中竜巻。あぶねえ、竜巻なかったらパーフェクト。あ、いった。お、動かなくなった。
お、危ない危ない、強っ。どうやってあれ溜めれてたんだあいつ後ろなのに。コンピューターに言っただだね。波動勝利すんのこいつ相手に。影響竜巻でもいいんじゃないの。確かになんかあの勝利券の出るタイミングとカチャカチャの音のタイミングが全然違う気がする。さあ一発勝負。あ、やった、最高投げに勝った。最高投げに勝った。もうすげえ、そうキワキワ、最高投げ返し。ててん、さあ表彰式だ。何、竜がいない。下がって低いな。下がったパンツがターボカラーのベガノーマルカラーだ。一体どこへ、一体どこへ。ディン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 、リリシス、リリシス、呪文流リリシス。なんか画面がなんか気持ち悪いな、なんか伸びたり縮んだりしてる。でもちょっと変だな。うん、本当に二枚絵を見せられてるだけだ。真の格闘家を目指すため、彼は新たなる戦いを求めていった。どこに行くんやん。アレックスと。ああ、早くも。確か見てみろ。事件。大事件。今世紀最大の。うん、もうその辺もう消化しちゃったからね、もう。あ、戻ってきた、よしよしよ。あ、下がって俺一番高い。そしてベガが2番目に高い。このエンディングはすごいオリジナルじゃん。ティーンティーンティーリー、どうでした。いや早い、やっぱ早い、多分早い、多分早い。いやよく、まあ後半になればなるほど昇竜拳が出たというね。あのな、ゴニョゴニョになれたね。だいたい今までのね格ゲーパターンと後半出なくなるというのが、そうそう、打ち止めになるか。よく出した、玉切れ、よく玉切れやって。うん。